はい、それでは長文読解講座行ってみましょう。はい、1回目はですね、青山学院大学の下線部言い換え問題になります。下線部の単語でね、別の単語に言い換えたものを選ぶ問題になっています。 A police dog in Brisbane, Australia named Gavel, has been sacked for being too friendly というふうに書いてますね。まあ、サックを知ってればね、パッとね、解くことできるんですけど、まあ知らない人が多いと思いますので、文脈で解く問題だろうなと判断して文脈で解いていきましょう。 Brisbane、 いいとこですね、オーストラリアのね。まあ何もないって言われてしまうとちょっと困る場所なんですけども、まあそこの警察犬ネームでガーボーですね。ガーボーっていう名前なんですね。ね、だいぶちょっと離れて要素の分離になっててね、遠くなってますけど、はい、ガボっていう名前の警察犬が has been sacked されたよ。で、for being too friendly ですね。too friendly だからって言ってるわけなんですが、fined 罰金刑、fired 首になった、praised は素晴らしい、praise 人for こととかっていうののね、受け身も重要ですよね。scolded 人 for ことですね、怒られた。まあ for being too friendly って書いて、まあどれもね、for とは相性がいいんですけど、まあさすがに犬に罰金を与えるっていうのは変だろうし、too friendly って too がついてるのに褒められるのもおかしいだろうから、まあfired とか scolded とかなっていうところまでは絞れるかと思いますね。 Gabo was recruited as a puppy to train as a police dog and he showed a lot of promise っていうふうに書いてますね。 Gabo っていうのが recruit 雇うですね。 hire employ とかですね。 as a puppy ね、はい、puppy って子犬ですね。 to train as a police dog police dog としてで訓練を受けるためにっていうね、ほら正誤問題のところでやったと思いますけども、トレーニングを受けるっていう意味もトレーニングがあるんでしょうね。で and he showed a lot of promise ね、これはいけるんじゃないかなって思いますけどね。そう、 promise っていうのは約束だけじゃなくて将来有望だっていう時にね、使えるわけですよ。有望であるっていうね、日本語からちょっと想像できないかもしれないんですけど、能力があるんだよっていう意味でポテンシャルになるわけなんですね。日本語でもポテンシャルって言うと思うんですけど、ここが繋がって見えない人がすごく多いと思うんですけど、英英辞典で引いてみるとね、まあ英英辞典の類語辞典とかっていうね、言い換え表現をね、乗っけてくれてるやつとかあるんですけど、その中のプロミス、頼もしさとかっていうのに当たるので、一番最初に載ってるのはこれポテンシャルですし、ジーニアスの英和辞典にも言い換えとしてポテンシャルが載ってますからね。Agreement、合意とか契約なんていうのもあったりしますね。コントラクトも契約ですね。で、warnings、あ、これね、WA ですから、もう何度もやってますけど、war ですからね、war ではないからね、警告っていうのはおかしいですね。だからね、将来有望だったっていうふうに言ってるわけなんですよ。で、but the German Shepherd ended up getting dismissed と書いてあって、はい、end up ing ですね。結局何々するってやつですが、dismissed されちゃった for being too friendly。はい、同じ表現出てきましたね。friendly すぎて dismiss クビになっちゃいましたよっていう風に書いてあるから、だから同じだっていう風に気づいて、この sack っていうのがクビだ。fired だっていう風に気づいたかどうかっていう問題だったわけですね。そうです。ちゃんとこれ文脈使って、あ、ここ言い換えられてるぞって分かって、サックの答えを出すっていう問題だったわけですね。このイギリス英語でね、サック首にするっていう表現なんですけども、知らないじゃないですか、普通はね。でも知らなくても、きちんと文脈を使えば答えを出すことができる問題だったわけですよ。こういう風にね、文脈を使って出す問題ね、解けるようになってくださいね。で、なんでサックが首なんですかって思うんですけど、サックね、袋ですね。で、その袋にお前の荷物を全部詰めて、されっていう、そういう意味だそうですね。はい。で、friendフレンドリーすぎるっていうのでクビになった。で、アンドでフォーが並んでますね。Approaching strangers、はい、ストレンジャーに近づいてっちゃうよ、知らない人に。で、Approach to つけちゃダメだっていうのがね、正語で狙われたりしますから気をつけてください。Approach strangers with enthusiasm。Enthusiasm は知っててほしいよね、これね。そうですね、興奮して、うわーっつって、やる気まんまみたいなね。ああいうやつですから、はい、aggression、はい、攻撃、boredom、退屈編ですね。eagerness、そうですね、eager っていうので習うじゃないですか。もうやる気まんまんですね。はい、laziness は全然違いますね。lazy だっていうとですね。はい、で、enthusiasm ですね。これはですね、もともとの語源はですね、in は中です。これ中を表すやつで、through っていうのが神を表しますね。theology とかね、神学のことですけども、そうだ、神が中に入って神に取り憑かれた状態で、うわーみたいなね、そういう意味だそうです。で、his loveLove of strangers cost him his job. はい、ここにもまた言い換えが出てきますね。もう他人を愛してしまうよっていうことが彼に仕事を失わせたってですね。cost ね、ほら普通代用文型だと与えるの意味になるんだけど、それ奪うって意味になるやつだよとかっていう有名なやつですね。で、cost him his life とかね、命をそれで失っちゃったよとかっていうのでね、出てきたりするやつですね。さっきは sack っていう単語、そして次は dismiss っていう単語、そしてこの cost を使って仕事を失ったっていうのをね、言い換えてるわけですよ。やっぱりね、文を書くのが上手い人っていうのは言い換えられる人なんですよ。ね、だから言い換え表現ってね、大事なんですよ。なんで同じことを表すのにいろんな言い方があるんですかとかってよく聞かれるんですけど、同じ表現ばっか使ってたらかっこ悪いんですよ。いかにさまざまな表現でね、同じことを表すことができるかっていうので、あなたのね、語彙のその豊かさっていうものをね、示すことができるわけなんですよ。
はい、次ですね。Nonetheless, as one door closes, another opens. まあ、これは Nonetheless は別にね、知識でいけたと思うんですけども、一つのね、ドアが閉じた。その時に、another door が opens したってことですね。一個閉じたら別のドアが開いたってことなんですけど、Nonetheless っていうのは、はい、何が否定。だが、それがあっても、その分減りませんってやつですね。そう、だから減らない。それでもやはりとかっていうふうに言われるわけです。そうですね。However です。はい、まあ、文脈でやってもいいですけどね。この後ちゃんと、Gavel was offered a new job ってほら、新しい仕事をオファーされたって言って仕事を失ったに対して仕事を得てますから、あ、だから逆説だろうなっていうのが分かってもいいわけなんですよ。もちろん知識で解いていいですよ。知識で解いていいんだけども、こういう風に答えを出すっていうそのやり方をちゃんと知っておいてください。Father もはさらにってやつですね。Father も more もついてますから ね。Likewise は同じ方向ですね。Wise っていうのは方向を表しますね。Clockwise って言ったら時計回りじゃないですか。Anti-clockwise って言えば反時計回りですね。だから Otherwise っていうのは別の方向。Likewise っていうのは同じ方向を表すわけですね。はい、同じように。はい、therefore それゆえにとかってやつね。で、はい、どんな仕事なのって言ったら、working for the governor of Queensland ですね。クイーンズランドの知事のとこで働くわけですね。and where he holds the official title vice regal dog。で、そこで彼はですね、この official ですね、公式のね、称号を受けてるわけです。それが vice regal dog とか言うね、なんかかっこいい名前ですね。どんなんだか全くわからないですけど。で、he may have missed out on becoming a Queensland police service dog。このチャンスを逃しちゃったかもしれないですね。miss out on ing ですね。これ KOSFC で問われたことがありますね。この表現ね。クイーンズランドのポリスサービスダグにはなれなかったかもしれない。警察犬にはなれなかったかもしれないけど、but it is abundantly clear。abundant ってこれ豊富な、たくさんあるよっていう意味なんですけど、clear と一緒に使えるんですよ。これはめっちゃ明らかだよねみたいなね。clear を就職することができるんですね。で、これは明らかだって、はい、何がすんげえ明らかだったのって言ったら、it that ですね。Gavel has the characteristics necessary to adequately fulfill duties as Queensland's official vice regal dog.said governor of Queensland, Paul Jones っていう風に言ってますが、で、characteristics は知ってる人が多いですね。特徴、そうですね。features とかね、言い換えられますけど、accessories は付属品。flaws って欠点、欠陥でしょ。hostility 的、そう、quality、そうですね。性質ですね。まあ、結構ね、characteristic はよく出てくるので、characteristic of なんとかの特徴っていうので、形容詞の characteristic でも、名詞の characteristic でも、どっちも of と一緒に問われるので、これは知っておいた方がいいですよ。で、hostility はちょっとレベルが高い単語なんで、押さえておきましょうね。形容詞だったら、この敵意のある hostile っていうのが出てきたりしますね。これ、a host of とかっていう、これと同じやつなんだけど、この一段とか敵の一段みたいな形で、たくさんのっていう意味で出てきますから、このね、a host of 何々ってね、見たことない人、何回台だと出てきますので、知っておいてください。で、adequately fulfill duties ね、はい、満たす、duties、職務ですので、これ知っておいてくださいね。トイックとかだとね、この duty っていうと、この responsibilities という非常によく言い換えられて出てきますよね。as Queensland's official vice regal dog, said governor of Queensland, Paul Jones ね、Paul Jones さんがそうやって言ったと。このベシャってる部分ですね、これね。ベシャってる部分を、このガバナーが言ってたよ。知事が言ったよってことね。あ、これガバナー said でもいいんですけど、こういう風に語順が変わって出てくることもありますね。このね。set governor みたいな形で、この言ってる内容が、この点々のですね、quotation mark がついてる全体ですね。これが喋った内容になります。adequately fulfill なんで、adequate っていうのは、まあこれも知ってる人が多いですね。approximately はおよそ約ってやつですね。これね、使えない人がかなり多いんですけど、作文とかでも使えてほしいですよ、これね。proximity とかね、ここが近いっていうのを表す表現ですので、知っておいてください。だから、ね、数とかパーセンテージがこれぐらいに近いよとかっていうのでよく出てきますね。Approximately 30% みたいな形で非常によく出てきます。Immediately すぐにでしょ。Individually は、はい、個別にですね。Satisfactory、 そう、満足のいくようにってことです。Adequate、 十分なっていうですね。そう、あなたが望むものと同じぐらいまでいってるってことなんですよ。これね、これ equal が実はここに隠れてるんですね。あなたの望むのと同じとこまで来てるよ、平等のとこまで来てるよっていう、そういうねとこから実は来てるんですよね。こういう風にね、語源をね知っとくといろいろね分かることもあったりしますね。individual とかもそうですね。これ divide、 ほらね、ここ divide、 分けるが隠れてるの気づいてました。こういう時、男の子女の子とかこういうグループって分けることができない。これ以上は分けられないから個人なんですよ。これ首さんとかですね、左手さん右さんとかっていう風にね切らないでくださいね。はい、次、Gavel's duties。はい、Gavel's の職務っていうのは、include、これを含んでますよ。greeting visitors。はい、ビジターに挨拶すると。visitors to Queensland's government house ね。Queensland government house に来る人たちですね。はい、visit。どうしてる場合は普通に visit Queensland's government どこどこっていう風にね、他動詞使いますけど、こういう風に名詞になったらね、ちゃんとこう後ろにね、to が必要になりますよね。名詞の visit もそうだし、こういう風に visitor ってなっても、こう to ですね。ここに来る人たちっていう風に to が必要になりますね。and attending official functions。official function に出席するよ。この出席するっていうのも他動詞だっていうのもね、これもトイックでも受験でも問われたことがありますが、参
加するものですからね、これファンクションっていうのはね。ファクトリーズは参加するものなの？工場？マシーンも出席するものなの？レセプション、そうですね、これが一番近いでしょう。トランザクション、取引。だから人によってはちょっとずれてるかなって思う人もいるかもしれないんですけど、まあ催しのことですね、ファンクションっていうのは。そうなんですよ、機能だけじゃないんですよ、実はね。そういった意味でも使いますね。まあレセプションって言ったらレシーブするっていうので、歓迎する、歓迎会っていうのが有名なんですけども、まあ結構こう人と人とかでこうやっていろんな集まるパーティー的なものでもね、これレセプションっていうのは使ったりするんですけど、まあ一応近いですね、もうイベント的には。で、Gavel on occasion sits in on briefings with the governor ですね。ガバナーが何かこうね、ブリーフィングってね、いろいろと説明するやつですね。で、on occasion ですね。はい、まあこれは知っておいた方がいい表現ですね。この on っていうのが取れたりすることもあるので、occasion と相性がいいのが on ですよっていうので、出題されることもありますので気をつけてください。はい。occasion、はい、場合とかってやつですが、on occasion で時々ってやつですから、はい、答えは sometimes になりますね。once only だと一回、without fail だったら必ずですね。まあ、at all events なんていうね、そんな表現もあったりしますね。で、here's our ground for ceremonial quotes よりも大きくなってるんですね。out 何々って言ったらそれを超えていくわけなんですよ。out sell だったらそれよりも売れるってやつですね。out way だったらね、それよりも重いで、それより重要であるみたいな感じで使われたりしますよね。で、undergo も問われますよね。これ、なんとかを減るとかっていうね、それを経験するよみたいなですね。career change ですから、はい、仕事変わったよっていうのをですね、経験しました。and they brought untold joy to the lives of governor. で、untold joy をガバナーの生活に持ってきてる。empty、huge、そうです。これね、言い表せないぐらいたくさんっていう意味なんですね、これね。言い表せないだから、シークレットだ、秘密だとかってやんないでね。大したことない、マイナーだとかってね。プラスの内容喋ってるから、これわかるじゃないですか。なんでこんなところでいきなりね、マイナスのよろしくないことを選ぶんですか。はい、プラスマイナスを考えておくといいですよ。その単語の意味は全くわからなくても、正解にたどり着けるってことがよくありますので、こういうのは考えておくといいでしょう。ね、Government House Employees っていうことでね、Employee。まあ、これ知ってますね。雇われてる人たちですから、E がついてるからね。はい、だから、Mentor さんはですね、お師匠さん的な人たちのことを言いますね。で、弟子たちが Disciple ですね。パーシェントは患者さんでしょ。スタッフ、そうです。スタッフですね。はい。これもね、何回もやってますね。集合名詞でスタッフ is って言ってもいいし、スタッフ are って言ってもいいんだよとかってやったやつ。一人一人を飾るときは、スタッフって言ったりとか、スタッフメンバーって言わなきゃいけないんだよって言ったやつですね。スーパーバイザーは、スーパーは上ですね。バイズは見るですね。ビジョンとかビジュアルとかなんで、はい。上から見る人っていうことで上司ってね。これもトイックでもめちゃめちゃ重要な単語になりますね。で、and the thousands of Queenslanders ね。はい。そう、なんとかランダーって言いますね。ニュージーランドの人たち、ニュージーランダーって言いますね。who have since visited the estate。はい。そのお家のところ、その時から訪れてる。これね、こういうふうにね、since ってね、副詞使うことできますので気をつけてくださいね。その時からずっとみたいな感じで、トイックでこのハブタス過去分詞の間にシンスが入れる問題が出たりとか、文末に入れるシンス、ね、副詞のシンスが出たりしたこともありますので、お気をつけください。エステートっていうのがさっきのこれガバメントハウスのことでしょうね。で、リアルエステートとか不動産って聞いたことないですか。だから日本って何々エステートっていう不動産屋すごく多いんですよね。成長してキャリア変えてで、ものすごい喜びを与えてるよっていう風にね、これアンドで過去分詞が3つ並んでるっていう風にちゃんと分かってくださいね。アウグラウンド、アンダーグラウンド、ブラとか並んでるって分かってくださいね。で、次のアンドっていうのがちゃんとガバナーと、ね、何千人というクイーンズランドの人たちとアンドの並べるものもちゃんと考えてくださいね。で、We hope gabbles with us for long, long time into the future. これからもずっといてほしい。The governor told the Brisbane News Channel. ブリズベンのニュースチャンネルに言ったという形で、ちっちゃかったんですけど、こういう風に大きくなったんで、ニュンっていう形ですね。はい、このニュース終わっております。はい、ね、gabble がちっちゃかった頃で、これから gabble が、ね、大きくなった後の進化わけなんですね。はい、こういう形ですね。はい、もちろん知識は大事ですよ。知識はどん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 増やしていきましょうね。で、プラスでその知識を使ってですね、ね、未知のものに出会った時にどうやって推測することができるのかってね、どうやったらその意味をね、出すことができるのかっていうね、そういうことを考えていきましょう。まあマーチまでだったらね、なるべく答えが出るように作られてますから、きちんとそこに気づけば出せるよ。青学とか明治とかそういう風に作られてることが多いですからね、そういった力もぜひつけていってください。そしてね、総計レベルとかに行ったら知らない単語いっぱい出てきますよ。そういう時にもうただただ飛ばして読むんじゃなくて、あーきっとこう来てるんだからこういう意味なんだろうなっていう風に推測できるように勉強していきましょう。はい、この動画よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。